はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイですね。サントリーの山崎蒸留場貯蔵の梅酒です。ソーダ割りです。焙煎樽仕込み梅酒。アルコール度数 5%。梅親戚酒使用。結構あれですね、なんか。はぁ、こんなの出してきたかと。感じですね。ウイスキーの小樽で熟成した梅酒を主体に、紀州産、南高梅酒をブレンドした、華やかな香りと深い味わいが楽しめる大人のソーダ割りです。国産梅 100% 使用。原材料名が梅過去国産とスピリッツと糖類と酸味料と、炭酸ガス。となっております。これ珍しいですね。いわゆるウイスキーの貯蔵樽で梅酒を貯蔵した。これ、俺、昔この梅酒飲んだことある気がするけど。これの、この山崎蒸留所貯蔵の梅酒っていうのがこれ、普通に売られてるんですよね。梅酒がね。飲んだんだけど、別に普通だったんだよね。うん。ウイスキーの古樽で熟成した梅酒を主体にって書いてあるから。もう割とやっぱ熟成感があるのかな。これ普通に売られてますからね。これのソーダ割りじゃなくて、普通の梅酒バージョンも普通に売られてる。これは、まあ、俺はあんまおすすめしないけど。だって普通だったから。普通の梅酒やった。乾杯。確かにちょっと違いあるかもな。ソーダで割ると分かりやすいかも、これ。結構、なんか、ストレートで梅酒だけを飲むと分かりづらいんだけど、こうしてソーダ割りで飲むと、ああ、全然、違うわ。梅酒とかあるじゃないですか。梅酒のソーダ割りのね、梅酒。あれに比べると、明らかに、酸味が違う。っていうのかな。まあ、これも結局のところ飲み比べないとわかんないかもしんないけど、まあ、少なくともストレートの梅酒、山崎の蒸留所貯蔵の梅酒のストレートで飲むのと、ソーダ割りで飲むのとだと、明らかに、ソーダ割りで飲むと全然わかりやすいですね。値段がね、1200円ぐらいで売ってるみたいです。で、高いやつもあるみたいで、3000円で売ってるやつもある。ウイスキー仕上げの、梅酒もあるみたいですね。アルコール度数が 17%。アルコール度数が 17% で3000円。で、俺が飲んだことあるのが1200円の。アルコール度数 14% なんですね。これ、ソーダ割りで飲んだ方がうまいわ。で、ぶっちゃけて言うと、この、高い方の3000円のやつは多分、ウイスキー仕上げって書いてあるから、結局、梅酒をウイスキーで漬けたやつなんだろうね。これ、自作できるからね。普通に。俺だって自作してるから。
俺そこにあるけど、それ、梅酒俺、昔、5年前か4年前ぐらいつけたけど、3年前ぐらいだったっけ。ジンとかでもつけてるからね。ジン梅酒とか、ウイスキー梅酒も当たり前だけど、ラム梅酒とか、スピリタス梅酒も作ったし、一番うまかったのは多分スピリタス梅酒ですね。スピリタス梅酒が一番うまい。あれ。マジで。みんな作ってみ？梅酒作るの簡単だから、だいたい、1年で出来上がるから。まあ、1年経つのめんどくさいけど。1年でね、スピリタス、だからスピリタスと、梅と、あと砂糖を入れて、氷砂糖を入れて出来上がり。あと1年待てば出来上がりだ。すげえ簡単だよ。スピリタス梅酒めっちゃうまいぞ。あれ。スピリタスだからこそできる、なんだろうな。アルコール度数 98% ぐらいの、スピリタスだからこそできる。96% ぐらいだっけ。スピリタスの、アルコール度数だからできる、なんて言うんだろうな。強烈かつ、ストレートで飲むと強烈かつ、いや、うまい。うん。単純にうまい。俺が一番おすすめするのは、やっぱスピリタスですね。ぶっちゃけね、ウイスキーで漬けた梅酒とかね、ただね、梅酒、町営の梅酒買ってきて、それにウイスキーを、チェローって、入れりゃできるから。ほとんどそれで同じや。ほとんど同じ。変わらん。ぶっちゃけて言うと全然変わらん。ただ、スピリタスの梅酒っていうのはアルコール度数が 90% 以上あるから、すごい。でもこれ美味しいですね。やっぱソーダ割りうまいな、これ。普通の梅酒とかに、比べると、あれやな、酸味が強いですね。酸味が強いですね。で、甘みがちょっと少ない。まあ、少ないっていうこともないんだけど、まあ、うん。ちょっと酸味が強い梅酒みたいな感じになってるね。なんかこう、青梅の酸味とちょっと、えぐさを残したような、ちょっと、なんていうか、青っぽい。若い、だから完熟梅を入れたやつ、みたいなまろやかなやつと真逆のタイプ。これが分かりやすいかな。もう、まろやかさっていうのがほとんどない。すっきりしてて、酸味が強くて、キリッとしてて、まろやかと真逆の感じ。美味しいですよ。普通にうまいっすね。
梅酒か。梅酒はこれよりか明らかに甘い気がする。うん。まあ、あれは女性向けだからね。多分、梅酒って、庄屋の梅酒って、女性向けな上に、あと、あと、容量が 350cc ぐらいしかないでしょ。ミニ缶で売られてんの。このサイズで 350cc 缶で売られてるのは多分梅酒はない。俺、見たことないですね。うん。だから、結局のところ梅酒って、女性向けなんだよね。女性向けね。だから男性向けの、ソーダ割りの梅酒飲料を作れば、あれ？あ、350cc の梅酒も売ってんだ。あ、知らなかった。でも基本コンビニとかで売られてるやつ、250cc とかのやつだよね。普通ね。ちっちゃい缶のやつね。だから、梅酒って大体女性向けなんだよ。これあれですよ。企業さん、狙い目ですよ。これが言うに。梅酒は割と甘いんだよ。なんでかっていうと女性向けだから。で、アルコール度数も 4% と低めな。でもこれはアルコール度数 5%。だからこれをアルコール度数 6% にして、350cc で、で、なおかつ甘みを抑えたやつ。もうこれみたいな感じ。ちょっと酸味を強くして、これ甘みを弱めた感じ。にして出せば、これ十分売れる。うん。男性向けの梅酒を作り上げれば。ああ。梅酒を女性向けの梅酒ではなく男性向けとして出す。そうすれば、余裕で、売れてしまう可能性がある。うん。庄屋もこれ出してないからね。これ梅酒だけだからね。梅酒しか出してないから。これ、あれですよ。サントリー、これあれだろ。これ今見てるサントリー社員のやつ、マジで。あれだぞ、俺の言うことを聞くかどうかで変わってくる。間違いない。いいか？俺みたいな空党の人間を、空党の人間をね、呼び込みたいなら、この梅酒っていうのは、庄屋の梅酒は、完全に女性向け。で、なおかつ、梅酒のソーダ割りって、この梅酒以外の、やつは、シェア的に考えてないわけ。ほぼないわけ。
ということは、それは、女性向けの梅酒。じゃあ、男性向けの梅酒を作ろう。と考えるのが普通。つまり、梅味のソーダ割り、梅のソーダ割りを、の男性向けを、作れば確実に儲かる。ということになる。うん。んで、しかも、もう一つ、あれなのがあるけど、蝶屋の梅酒はだいたい高い。なんでか知らんけど、高い。250cc の缶で、なぜか、100円以上する。これ理解ができない。むしろ150円ぐらいする。これ、だって普通のチューハイと考えれば、これ1本100円ですよ。普通。でも蝶屋の梅酒はもっとちっちゃいのになぜか150円ぐらいする。これは、普通の人なら高いから買わない。ってなるわけだ。うん。そこで、この普通の350cc 缶で、他のチューハイとかと比べて、同じ価格で出す。まさにこれ。これいくらだったか俺覚えてないんだけど。やっぱ150円ぐらいするのかな。まあこれが150円だとしても、蝶屋の梅酒は、これよか容量少ない状態で、150円とかするから。まあ150円でも、むしろこの容量なら安い。と考えるべき。んで、さらに言うと、その蝶屋の梅酒と区別化、差別化するためには男性向け、まさにこの山崎貯蔵蒸留所の梅酒が好ましい。別に山崎蒸留所の梅酒じゃなくてもいいじゃん。こんなん。バイセンダル仕込みじゃなくてもいいねん。なんでかっていうと、飲んだ感覚、感想化して、別にバイセンダルじゃなくても、ぶっちゃけて言うと、ウイスキーのフルダルで熟成したって書いてあるけど、その熟成感が別に大してないということだ。なぜか。当たり前だけど、熟成したやつを炭酸水で割っては、ストレートに、熟成したやつってストレートに飲むからこそ、熟成感が味わえるわけですよ。それなのにわざわざ炭酸で割ってるわけだ。そんな熟成感のクソもあるわけないじゃん。バカじゃないの。サントリーのこれ、企画したやつ、アホじゃね?っていうこと。なんでそもそも熟成したやつなのに炭酸で割ってるんだよ。つまり濃くしたくせに割ってるの。何の意味もない。濃いのを、売りにしてるくせに割ってるわけよ。炭酸で。わざわざ炭酸で水割りしてるわけよ。バカよ。濃いのを飲みたい人間っていうのは、基本的にストレートに飲むわけよ。それなのに、このサントリーの方法はアホなのか、炭酸で割ってるわけ。
お話にならん。もうはっきり言って俺から言わせりゃアホですね。よくそんなんでサントリーに勤めてるな、お前って。いうレベル。で、たかだかアルコール度数 5% で出す。バカ。もともと梅酒っていうのは、アルコール度数 25% 以上でつけないと梅酒とは呼べないわけで、25%、原液が 25% なんです。ということはこれ5倍で薄めてるわけですよね。つまり、実際に 20% の容量しか入ってないんだよ。で、あと全部炭酸で割ってるわけ。こんなんじゃん、お前。熟成感なんて味わえるわけないだろ。ボケカス。うんち。本当にアホ。もうこの山崎醤油所とかにやめてしまえ。このバイセンタル仕込みとかにやめてしまえばいい。うん。やめてしまってもうサントリーの梅酒みたいな。もうタイトルは決まった。これの、ここに書くやつ。サントリーの梅酒。出せばいい。そうすることによって、塩屋の梅酒に比べて、サントリーの梅酒。え？サントリーの梅酒ってなるやん。で、サントリーの梅酒は甘くない。これは男向けだ。ってなるわけ。で、女が飲んだとしたら、女が飲んでも、あ、これ男向けだわって。で、旦那がいる女だったら、ね、これ、俺あんまり、私あんまり好きじゃないから、あんまり甘くないから好きじゃないから、これ飲んでって。あんまり甘くないの好きでしょって。あなたあんまり甘くないの、チューハイなら好きでしょってなるわけ。で、旦那に飲ませることによって、お！これうめえじゃん。あえて女性の対象から外すことによって、女性の対象から外すことによって、その旦那に飲ませられるという。旦那は買わなくても、奥さんが買ってくれば旦那が飲めるという理屈になるわけ。んで、飲んだ男は、お、これうめえ。あれ、意外といけんな。普通の梅酒と全然違って甘くないやんって。あ、うまい。こんな梅酒待ってたんだよ。みたいな。ことになってくるわけ。わかる？ボケカス広報のサントリーの社員ども。な？もう、本当に俺みたいな人間を雇えばいいのに、こういう商品を出すゴミカス人間を雇うことによって、いかに俺みたいな人間が有能かわかるだろ？本当にさ、サントリーはマジでお前、人を見る目がないというよりは、そもそも、サントリーの、もう、チューハイに対して、ゴミカスレベルしかない。うん。もうちょっと考えた方がいいよ。だって、山崎蒸留所貯蔵って書いてあってさ、お、山崎じゃんつってさ、飲んだとしてさ、この梅酒がうまいかってなるよね。だって山崎っていうブランドで売ってるわけだから、当然うまくないと、
半缶を買うことになる。で、飲んだ結果、当たり前だけどソーダ割りだから全然濃くもない。ね？で、バイセンダル仕込みとか書いてあるけど、別に大して普通の梅酒と何も変わんない。もう怒り爆発よ。結論、ただの酸味が強い梅酒でしたってなるわけ。アホじゃねって。それはあんまりだよね。もう山崎っていう無駄に金を使わないで。こんな樽で貯蔵するとか無駄に金を使うのをやめろと。どうせ味自体もまともに変わってねえんだから。なあ。どうせ、こんな、山崎って書いてあっても別に味なんて全然うまくないわけだ。まあ、ということですね。うん。これは、甘くない梅酒としては、美味しいですね。甘くないっていう梅酒は今まであんまりなかったんで。2244です。ご視聴ありがとうございました。